茨城県道64号土浦笠間線は、茨城県土浦市から笠間市に至る県道である。土浦市真鍋を起点として、霞ヶ浦市中雫石岡市柿岡を経由し、笠間市福原の国道50号交点に至る、南北約 35km の主要地方道である。途中、石岡市と桜川市協会の板敷峠越えを含む、 土浦市内の大部分は、かつての国道6号であった。笠間市復元地内は、北関東自動車道、笠間西インターチェンジのアクセス道路となっている。1994年4月1日、前進に当たる八里稲田線、土浦・八里線を廃止して、道に路線を統合して、起点を土浦市大技ひ田、な、終点を笠間市稲田とする、新たな路線として、 主要地方道土浦笠間線が路線認定された。翌1995年、整理番号64に変更され現在に至る。土浦市中岸の国道6号との立体交差点は、土浦から笠間方向への一方通行となっている。土浦市霞ヶ浦市及び、石岡市、大塚笠間市の区間は2車線の県道であるが、石岡市内の区間の大部分が1.5車線以下で、 道路幅は狭い。笠間西インターチェンジから終点までの区間は、車両最大重量制限25トンの道路に指定されている。道路法の規定に基づき、土浦市、若松町、道市中岩間及び、石岡市、柿岡笠間市、福原間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、 道路用地内に連中を建てることが制限されている。筑波連峰を西側に望み周辺一帯に田畑が広がる。特に霞ヶ浦市から石岡市にかけて沿線は栗梨、柿、葡萄を中心とする果樹園が多い。道路は八里盆地を南北縦断するルートをたどり、石岡市桜川市境にまたがる筑波山地を板橋峠で越える。 茨城県道64号土浦、笠間線霞ヶ浦市、五反田福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。